ということで、俺は魔王になろうと思う。こちらに向かっているというファルムス王国の軍隊、その数2万、1万匹以上を養分にして魔王に進化する。シオンたちが蘇生する確率は 3% もある。それはリムル様。まあ待て、言いたいこと、聞きたいことがあるだろうが、その前に最後まで話を聞いてくれ。はい。俺は元人間の転生者だ。いわゆる異世界人と呼ばれるものと同じ世界の人間だったんだ。向こうで死んでこっちに生まれ変わったんだ、スライムとしてな。最初は孤独で寂しかったが、そんな俺にも友達や仲間ができた。お前たちだ。家族とも呼べる大切な者たちだ。人間を襲わないというルールも、人間が好きだと言ったのも、俺が元人間だったからだ。俺は、今は魔物だけど、心は人間だと思っていた。だから人間と交流したいと、仲良くできればと。そのことでお前たちが傷つくのは、俺の望みではなかったんだよ。イングラシアに長居せずに、子供たちを助けた後、すぐに帰還していれば。いいえ、それは違います。ん？いつでもリムル様が守ってくださるという甘えが、私たちにあったのです。その結果が、今回の惨劇でした。先に妹に言われるとは、兄として情けない限りだ。俺も今回の件で痛感しました。結界でリムル様とのつながりが断たれた時、常にあった万能感が消え去り、胸中にはよるべを失った動揺が広がったのです。留守を預かっていたというのに。惨事を防げなかった原因は俺にあります。待ってくれ、ベニマルさん。これ、それを言うなら警備責任者の俺の失態だ。原因なら俺にある。待て待て待ってくれ、油断していたのはこの俺だ。それに俺が人間だったから自分の思いを優先してしまった。結果このざまだ。全ては俺の責任だ。すまなかった、リムル様。リムル様が自分の思いを優先したからといって何ら問題はございませんぞ。ベニマル様やシュナ様が申しておる通り、今回の件はわしら全員の油断ですじゃ。白露。そして何よりわしらの弱さが原因なのです。この国を預かっておりながら、あのような不埒者どもに好き放題されてしまったのは、わしらの怠慢であろう。違うか、皆の衆。いや、だって、元人間が主とか、嫌じゃないのか。え？リムル様はリムル様っすよね。私たちがお慕いしているのは、リムル様だけですので。前世がどうであろうと関係ありません。だな。はっきりわかるのは、俺たちの主がリムル様だということだけです。お前たち。リムル様、皆の気持ちは同じです。そのようなことを気にする者など誰もおりません。我らはただ従うのみですぞ。それで聞きたいんだが、今後の人間への対応はどう考えてるんだ、旦那。ああ、俺は思うんだ。人間は善にも悪にもなれる。それは本人の性根もあるだろうが、周囲の環境にも大きく影響される。個人として善良であっても、そいつが住む国家が悪の道を進んだら、いつしか同じ色に染まってしまったりもする。だから、俺は、人間が学習できる環境を整えたいと思う。俺たちのことを知ってもらい、人と魔物といった垣根を取り払い、友達になるんだ。もちろん誰でもいいってことじゃない。
俺たちの良き隣人になれるものかどうか、しっかりと見極めてからだ。とはいえ、今の段階では時期尚早だと思う。まずは、俺たちの存在を人間たちに認めさせることだ。俺が魔王として君臨することで、武力を用いた交渉は不利になると悟らせよう。その上で、他の魔王に対する牽制も行い、人間たちの国の盾としての役割も担うことにする。敵対するよりも共存する方が得だと思わせられたら成功だな。長い時間をかけて、ゆっくりと友好的な関係を築けるように目指していく。これが俺の考えだ。わがままだという自覚はあるが、俺は可能性を信じたい。それまた甘い理想論だな。これから魔王になろうってやつのセリフじゃねえぞ。ったく。だが嫌いじゃないぜ。旦那らしくってな。カイジ、理想論でもいいじゃないですか。私はリムル様ならば作れると思います。その夢のような世界を。シュナ、やれやれ、俺たちにも新たな国を作って意識改革を手伝えってことなんだろ。わかってるじゃないの、ヨウムちゃん。俺は嬉しかった。やはりここが俺の家なのだと。人や魔物という垣根など心が通い合えば乗り越えられる。俺はそう確信した。ありがとう。これからも俺のわがままに付き合ってくれ。そうだな。はい。はい。はい。おいおい。実は、やがって。うわあ！うわ！あの！かく。
どやです。くぅ、ダメったらダメ。そうね、うん、敵軍の詳細はわかるか？はい、宗英からの情報によると進撃中の部隊は3日後にテンペストに到着すると思われます。ファルムス王国の騎士団1万、傭兵団6000、それに魔法使いが1000名程度、これに西方聖教会のテンプルナイツ3000名を加えた連合軍とのことです。総勢2万ですか。数は多いが大した戦力じゃないな。問題ない。なんと頼もしい。さすがはリムル様。2万、俺が魔王になるのに必要な養分は十分足りる。おそらく俺は人間の魂を得て真なる魔王へと進化するんだろう。どういう分担でいきますか？やはり正面は俺の部隊が受け持つ方がいいな。ゴブリンライダーに先陣を任せてほしいっす。いや、すまんが連合軍は俺に任せてほしい。え？これは魔王になるために必要なプロセスだからさ。俺一人で侵略者を殲滅する必要があるんだ。はあ。今回の件はやはり俺が責任を取る必要があると感じている。今後一切の甘えを自分自身に許さぬためにも。了解です。今回はリムル様に託します。お前たちには任せたい仕事がある。は、何なりと。テンペストの四方に結界を発生させる魔法装置が置かれている。それを守っているのは中隊規模の騎士たちだ。その部隊を4カ所同時に攻め落としてもらいたい。ほう。では各々に選抜部隊を決めませんと。人選は決めている。町の結界を抜けるのは最小人数にとどめたいからな。まず東をベニマル、西をハクロ、リグル、ゴブタ、そしてゲルド、南をガビルとその配下たち、北をソウエ、ソウカたち。我らにも機会を与えてくださり感謝いたします。お任せあれ。さてシュナ。はい。魔法装置は破壊するが、この忌々しい結界こそがシオンたちの魂がとどまっている助けになっている可能性が高い。わかるな？はい、リムル様。代わりの結界を用意するのですね。そういうことだ。できるか？お任せを。少しでもシオンたちの生存確率を上げるために全力で。そこでだ、ミューラン。お前の力を貸してほしい。シュナを手伝ってやってくれ。承知しました。せめてもの償いのために必ずやご期待に応えてみせましょう。リグルド、残った者全員でシュナたちを守って力を貸してやれ。ほほ。じゃあ俺らはその護衛だな。お、私たちも
シュナちゃんたちを守るから。ああ、任せるでやす。よし、決戦は3日後と相手は思っているだろうが、俺たちには関係ない。今この瞬間をもって我らは敵の殲滅行動に移る。シオンやゴブゾウたちを生き返らせるぞ。皆の者、準備はいいか。我らドラゴニュートの戦士の力を今こそ見せてやろうぞ。出陣である。ガビル様かっこいい。当然至極。よし、俺らも続くぞ。道中少数の敵部隊がおれば先に片付けろとのお達しだ。皆の者、注意してかかれ。魔物にもすごい美人がいるらしいね。ああ、早い者勝ちだぜ。女もいいが、財宝もかなりのものらしいぞ。貴様ら、士気を高めるのは結構だが、今のうちに体を休めておけ。食事を済ませたら、再び進軍を開始するぞ。こいつらが、シオンたちを。許しを与える必要はなさそうだな。お前らには、進化するための餌になってもらう。総員、戦闘準備。止まれ。それ以上近づくと容赦せんぞ。容赦しないのはこの俺だ。悪いな、俺の八つ当たりに付き合ってもらって。聞いてないぞ、こんな化け物。任務完了。さて、情けなくも困ってる奴らはいねえだろうな。ドラゴニュートの戦士たちを我が輩に続け。敵襲。体勢を整えよう。耐久防御陣形。ドラゴニュートだと、こんな大量に。我が輩の名はガビル。見知り置く必要はない。メイドの土産にするがよい。終わったようです、宗英様。この者たちは想定していたほどの強敵ではありませんでした。やはり異世界人がいるのはリムル様の読み通り西だな。おい、まだあの町から誰も逃げ出してこないのか。本日も敵兵は確認されておりません。ちそう慌てることはないさ。他の陣からも連絡はないし、魔物たちが逃げるとしたらこの道だけだよ。それならいいんだがな。この拳が暴れたくてうずうずしてるぜ。まあその気持ちはわかるよ。自分の腕を信じている奴のその自信ごとぶった切る感触、たまらなかった。前方より敵襲。その数、4。たったこれだけか。ち、お、あのジジイ生きてたのか。それじゃ派手に行くっすよ。お、遅れを取るな。よし、神の敵め、怪しげな術を。一心曲。いいね、やるじゃねえか。面白い、俺が相手になってやるぜ。おお、正吾様来たっすね、ゴブゾウたちの仇。でもお前の相手はオイラじゃないっすよ。安心するがいいぞ、俺があの者に鉄槌を下してやる。頼みますよ、ゲルドさん。ゴブゾウはああ見えて気のいいやつだったんすよ。うわあ、
せっかく死ななかったんだから尻に頬かけて逃げればよかったのに。ほっほっほ、こう見えてわしは負けず嫌いなんじゃよ。それにな、若造が天狗になっておるのも不愉快じゃしの。へえ、それって僕のことじゃないだろ。そう聞こえなんだか。それはすまんかったな。お主が性格だけではなく頭も悪かったとはの。一度切られただけじゃ理解できないか。それとももうボケているのか。短気じゃな。じゃがのお愛子じゃ、わしもそろそろ怒りを我慢するのが限界じゃからの。笑わせるぜ。この前は手も足も出なかったくせに。生きがるなよジジイが。剣ではなくその力に。じゃな、空間属性らしいの。へえ、わかるんだ。種がわかれば対処は可能じゃぞ。面白いじゃん。それじゃ正々堂々と僕と剣で勝負しようじゃないの。よかろう。じゃあ行くよ。バカがまた騙されやがったぜ。嘘だろ。ふん、そんなつまらぬ騙し討ちをするとは、どうやら買いかぶっておったようじゃな。じじい、今何をした。そうか、見えなんだか。所詮は二流以下といったところじゃの。なんだって。なめるなよクソじじいが。ではお主に剣の真髄を見せてやろう。刮目し受けるがよい。黙れ、雑魚のくせに偉そうにしやがって。どうやっても無駄さ。俺のエクストラスキル天眼は思考加速と併用することにより周囲の動きを300倍もの速さで認識できる。猛録したジジイの動きなど止まって見えるぜ。切り裂かれて死ね。いや、まだ見えてはおらぬな。あ、そろそろお主にもわしの動きが終えるじゃろうて。は？何を言って。おぼろ流水山。体が動かない。いや、動けない。え？思考加速が切れない。終わりじゃよ。引き伸ばされた時間を有効に使い、自らの悪行を十分に反省するがよいぞ。じゃあ体も温まってきたことだし、そろそろ本気を出すとするかな。しゃあ！本気の姿で相手してやるから、少しは俺を楽しませてくれよ。来い。俺が本気を出せばこんなもん。あ、うわ、なんだこれ。さっ、誰が。貴様の肉体強度はなかなかのものだ。だが腐食には弱いようだな。腐食だと。クソが。楽にしてやろう。待て、ちょっと待ってくれ。まだ終わっておらぬのか。今からとどめを刺すところです。クソが、今夜は何してやがん。うわー、ちくしょう。クソが、なんで俺がこんな目に。このままじゃやられる。なに、さっきからなんかうるさいんだけど。せっかく昔の夢見てたのに。
原宿でタピオカ飲んでて、それから。悪いんだけどさ。ん？俺のために、死んでくれ。何の冗談。この所業よの、そこまで落ちたか。情けをかける必要などないな。貴様は無人ではない。俺は生きてんだ。聞こえたか。世界の言葉が教えてくれたぜ。キララの魂を代償として、生きる者のスキルを得たってな。世界の言葉とは、こやつ、新たな力を得ることが狙いじゃったか。仲間殺しはリムル様が定める最大の罪。黙れよクソ虫ども。勝てばいいんだろ、勝てば。ひゃー、見ろ、攻撃に特化した暴れ者と防御に特化した生きる者の力と消息再生と各種属性無効で今の俺は無敵だ。骨を砕かれても頭を切り落とされてもすぐに修復される。どうだクソ魔物め、これが、これこそがこの俺の力だ。手を貸すか。必要ない。はあ、二人まとめて相手にしてやってもいいんだぜ。格闘技に自信があるようだな。ならば素手で相手をしてやろう。かっこつけるな。負けた時の言い訳が欲しいだけだろうが。そうだよ。その再生能力でどこまで耐えられるか見てやろう。やばお、やめてくれ。やめてください。冗談だったんです。本気じゃなくて、ちょっと病死に助けて。生き残ったのは正吾のみか。わしとしたことが魔物どもの力を見誤っておったようじゃの。油断めされるな。ローゼンさん、俺を助けに。なるほどの、オークロード。信じられんほど強い。正吾たちでは勝てぬわけじゃ。一度引くとするわい。逃がさぬ。止まれゲルド。鋭いの。この罠を見抜くか。警戒すべきはお主の方じゃったか。タヌキめ、最初からわしを警戒しておったくせに。そんなことはないぞ、鬼人よ。強さで見ればそちらのオークロードに目が行くのが自然じゃろうて。では失礼するとしよう。生きておれば戦場でまた会えるやも。それはない。ん？貴様が向かう戦場には我らが主が向かわれるからの。主？あの魔女、日向坂口にやられたはずでは。生きているのか？貴様らはやりすぎたのじゃ。決して怒らせてはならぬお方を激怒させてしもうた。同情するぞ。楽には死ねぬじゃろう。つまらぬハッタリよ。一応は忠告としてこの耳に留めておこうぞ。ではさらばじゃ。よろしかったのですか。あの魔法使いを逃がしてしまって。よくはなかろうが、戦えばここにいる全員死んでおったやもしれぬ。あやつめ、
自らの死をトリガーにした格撃魔法を仕込んでおったからな。なんと。まあリムル様であれば問題あるまいが。リムル様、町の四方の魔法装置を破壊しました。わかった。町へ戻って警戒を続けてくれ。は。さて、どうだ体験じゃ。各魔法術式の計算完了。いつでも発動可能です。準備は整った。せめて、俺の進化の役に立てることを光栄に思うがいい。すまねえ。助かったぜ。気にするな、ショーゴよ。お前はファルムス王国の大切な戦力なのじゃから。ああ、次は勝つ。勝ってみせるさ。そうじゃな。どれ？体の剣はもう完治しておるようだ。新しく手に入れたスキルのおかげか、でかしたぞ、ショーゴ。念のため回復魔法をかけてやろうぞ。ああ。心を殺したか。予定より早いのではないか。仕方あるまいて、こやつはもはや使い物にならなかった。しかし残念じゃったな。京屋の切り裂く者もキララの惑わす者も主に渡る前に失われてしもうた。お、ラーゼン殿なのか。安心せえ。これが初めてというわけではない。わしがどれだけの年月ファルムス王国に仕えていると思っておる。これでわしは不屈の精神と強靭なる肉体を合わせ持つファルムス王国史上最強の魔人となったのじゃ。正午の姿でその調子だと違和感があるな。さて、ではエドマリス王に報告と生まれ変わった挨拶に向かうとしようぞ。今のわしなら魔王すら倒せるかもしれぬぞ。アンチマジックエリア設置完了。敵軍は魔法の使用が不可能となりました。誰一人逃がさない。死ね。神の怒りに焼き貫かれて。メギド。国死者1783、1993、1993、2439、2433。おお、エドマリス王はご無事か。何をしている。王をお守りしろ。はい。フォーレゲーム、早くこの場から逃げようぞ。国に戻り、体制を立て直すのじゃ。さようですぞ。何が起きておるのかわからん。早く去らねば我らも巻き添えになってしまいます。ショーゴ、いや、処置は。ラーゼンでございます、王よ。あ、ラーゼン、よくぞよくぞ戻った。さあ、早う帰ろうぞ。お主の定位魔法で。残念ながらアンチマジックエリアのせいで魔法が使えませぬ。なんと。それではご安心召され、王レイヒム大司教よ。この私のユニークスキル率いる者によって生き残っておる者を強制的に集めます。その者どもを肉の盾としてお二人を守ってご覧に入れましょう。さすがじゃ、ホルゲン。頼もしきはホルゲン殿よ。騎士どもを集めてまいります。皆様方は撤退の準備を。死ぬ、みんな死んでしまう。そんなバカな、一体何が起きておるというのだ。あれはまさか。いや、あれは魔物の国の主なのか。その顔立ちは日本人だな。町を襲撃した異世界人か。
側だけな。中身は違う。ほう、まあ敵には違いないな。そんな、ラーゼンまでも。魔物の国になど手を出したのが間違いだった。どうする、どうすれば生き残れろ。いや、これはチャンスかもしれんぞ。ブルムンドごとき小国と交渉して喜んでいるようなやつじ。大国であるファルムスのオタレヨが声をかければ平服して歓喜するに違いあるまいって。お助け。確認しました。ユニークスキル無慈悲なるものを獲得、成功しました。無慈悲なるもの、なんだそりゃ。貴様が魔物の国の主だな。要はエドマリス、ファルムス王国の王である。伏して控えよ。貴様に話があるのだ。じゃあ王以外は皆殺しにするけど、いいな。皆殺しじゃと。待って、待ってください。私も、私だけでもお助けください。私ならば、聖教会内部でも大きな発言力を持っております。あなた様方が決して人間の敵ではないと証言もいたしましょう。ま、待て、話があると言ったであろうが。なんだ、聞くだけ聞いてやる。無礼な。要は大国であるファルムス王国の王なのだぞ。貴様など本来であれば口も利けぬ存在なのだ。それを。相手を見て物を言えよ。発言は許してやるが、言葉は慎重に選べ。話がないなら皆殺しに。誤解なのじゃよ。何が。要は遊戯を結びに来ただけなのじゃ。一方的に宣戦布告しておいて、今さら何の寝言を言ってるんだ。俺の仲間に犠牲者が出た以上、お前らは敵だよ。西方聖教会が魔物を敵視しておったので、本当に遊戯を結ぶのに値するのか確かめようとしただけなんじゃよ。宣戦布告も異世界人が勝手に暴走しただけじゃ。わかった。世の国と国交を結んでやろうぞ。いい話であろう、光栄であろうが、その方もお花が高いであろう。まあ、今回の我が軍の損害については後で請求させてもらうが、それも世の行為で大きく勉強してやるとしよう。どうだ。こいつ、天才か。どれだけ俺を不快にさせれば気が済むんだ。国、ユニークスキル、無慈悲なるものの解析が終了しました。能力は、命乞いをする者や、助けを願う者の魂を掌握すること。つまり、このスキルを前に、戦意を喪失した場合、その者の死を意味します。なるほど。ところで、必要なだけの魂は集まったか。現在、必要量の 57.235% を獲得。まだか。なら、無慈悲なるものか。使いどころはそんなになさそうだが、今はその力が役に立ちそうだ。国、この場に生存する全ての人間が即死しました。負ける気はしないが、話し合えるならその方がいい。本当に無慈悲だ。進化条件、種の発芽に必要な養分を認識しました。規定条件が満たされました。これよりハーベストフェスティバルが開始されます。やばい、なんかめちゃくちゃ眠い。国、魔力感知にて生存者1名を確認。なんだって、この眠気を何とかしなければ。国、ハーベストフェスティバルは途中で停止不可能です。なんてこったい。ランガ！は、我が主よ。最重要命令だ。俺を守って町まで連れ戻れ。はっ。その二人を捕虜にしろ。承知。生き残っているもう一人の敵はどういたしますか？
それは別の者に任せる。はっ。アンチマジックエリア解除。召喚魔法悪魔召喚を発動。供物はここに転がっている死体全部だ。餌を用意してやったぞ。出てこい悪魔、俺の役に立ち上がれ。悪魔。おいお前ら、死んだふりをして隠れている奴が一人いる。そいつを生かして捕らえろ。懐かしき気配、新たな魔王の誕生、実に素晴らしい。大量の供物に初仕事、光栄の極みで少々張り切ってしまいそうです。この日を心待ちにしておりました。今後ともお仕えしてもよろしいのでしょうか。話は後だ。まずは役に立つと証明してみせろ。行け。たやすいことでございます。ご安心ください、マスター。個体名リムルテンペストの魔王への進化、ハーベストフェスティバルが開始されます。これは世界の言葉です。完了と同時に系譜の魔物へのギフトが配られます。リムル様、気を引き締めろ。我らが主の勝利だ。次は我らがその力を振るう番だぞ。リムル様、急いで。早く主を。リムル様、魔王になったからって人が変わったように暴れ出したりしないでくださいよ。国、ハーベストフェスティバルが開始されました。身体組成が再構成され、新たな種族へ進化します。確認しました。種族スライムからデモンスライムへの超進化成功しました。全ての身体能力が大幅に上昇しました。マテリアルボディとスピリチュアルボディの変化が自在に可能となります。続けて旧個体にて既得の各種スキル及び耐性を再取得成功しました。新規固有スキル無限再生、万能感知、魔王破棄、強化分身、万能死を獲得成功しました。新規耐性自然影響無効、状態異常無効、精神攻撃耐性、精魔攻撃耐性を獲得成功しました。以上で進化を完了します。国、ユニークスキル H あるものより世界の言葉へ請願。 H あるものの進化を申請。量、ユニークスキル H あるものの申請を受理。ユニークスキル H あるものが進化へ挑戦。失敗しました。再度実行します。失敗しました。再度実行します。失敗しました。再度実行します。失敗しました。国、 H あるものが移ろうものを生贄に、ハーベストフェスティバルへのギフトを得て進化に挑戦成功しました。ユニークスキル H あるものがラファエルに進化しました。グラトニーの進化を希求。無慈悲なるものを生贄に実行成功しました。ユニークスキルグラトニーはアルティメットスキルベルゼビュートに進化しました。リムル様、リムル様、どうして繋がらないんだ。お尻と自分の国に火がついてるっていうのにスライム任せ、大した侍大将さんだこと。誰だ。あなたはリムルと出会ったことで種族として進化したかもしれない。だけどあなた自身は進歩していないわ。いや、リムルと出会う前、オーガの王者として同胞の敵を追いかけていた時のあなたの方が今よりよっぽど鋭かったわ。
なまったとでも言うのか、俺が。それはもう、まるで手入れを怠った生倉刀のようにね。虫も殺せないわ。黙れ。何者だ、水晶玉から話しているな。俺たちの通信に割り込むとは。お前も侵略者の一味か。侵略者だけど一味じゃないわ。むしろ仲間はこれから作る。あなたの錆びた魂を鍛え直して、全く新しい魔物をね。なんだこの感覚は。何か心の内の大きな何かを盗まれたような。いや、それより今は街の様子を。どうしてこんなことに。不甲斐ない、このような不埒な小僧に遅れを取るなど。くっ。出血が多い。分身とはいえ体が重い。早く早くリムル様に伝えなければ。鬼らの後悔のすぐそばに必ず血だまりがあった。どどめきの時とは違う、死んだ鬼の無念じゃなく生きた鬼の無念の集合体。白、黒、青、朱、紅、幾重にも重なった彩りは醜くくすんだ黒になる。すべての鬼人の力をつなぎ、生まれなさい黒よ。この世に生んでくれ感謝しよう、偉大なるマスターよ。上出来上出来。理性もあるし、ベルドラの魔素も注いだから外に出られる。オーダーよ、リムルを殺しなさい。それは問題ない。しかし、リムルを殺した後の抜け殻となったテンペスト、報酬にいただけないか。どっちが欲しいの？この身は鬼人の無念でできているゆえ。いつでもリムル様が守ってくださるという甘えが私たちにあったのです。その結果が今回の惨劇なのです。先に妹に言われるとは、兄として情けない限りだ。俺も今回の件で痛感しました。リムル様と連絡が取れなくなった時、それまで感じていた万能感が消え去り、心細さが俺の胸に広がったのです。俺たちの、いや俺の油断が今回の惨事の原因なのだと。ベニマル様やシュナ様が申しておる通り、今回の件はわしら全員の油断ですじゃ。そして何よりわしらの弱さが原因なのです。この国を預かっておりながら、あのような不埒者どもに好き放題されてしまったのはわしらの怠慢であろう。違うか皆の者。ああ、まっことその通りだ。故に俺が生まれた。弱い鬼人などに価値はない。俺が修正してやる。この俺が新たな鬼人の里を起こし、軟弱な鬼を鍛え直してやる。そのための国取りを行う。いいわ。リムルを殺した後、外の世界であなたがどう生きようと自由よ。なんだこの寒気は。リムル様が魔王になった時に理性が残っているかどうかを確かめるため、合言葉を決めておきませんか。合言葉？はあ、
動かないよ。どうなっちゃってるの？国、全員死亡しています。死んでる。そんな、だってあれですよね、死ぬっていうのは。死ぬ？死んだら私はどこに行くの？どこも何も、何もねえよ。なんだ、ここと、そんなに変わらないじゃないですか。とっても、寂しいことなのに。屍兵の鎧を鏡面とし、メガロマニアへの再アクセスを試み、否、中断します。衝撃に備えてください。え？確認しました。ダメったらダメ。リョウ、うひゃー、どうして。屍兵の残した鎧か。この材質なら文句はない。黒兵衛から受け継いだ金属加工のスキル、使わせてもらおう。ヘルフレア発動、同時に結界展開、爆炎を極限まで圧縮し弾丸に宿す。火薬はこれでいい。あとは天空眼。面白いスキルの使い方ね。鬼人らの技をうまく組み合わせて狙撃技に昇華させた。一撃で撃ち抜く。ヘッドショット。外した。いや、しなさいよ。国よ、始末して。言われるまでもない。さっさと掃除しなければリムルに逃げられる。あなた、前に見たことあります。パパの横にいた変なお兄さんでしょ。どうしてパパを謀反ですか。キャンキャンやかましいスライムだ。もしかして兵隊さんたちを殺したのもあなたですか？説明するのも面倒くさい。あの世で勝手に妄想している。警告、強敵との戦闘に備えてください。分かってます。このお兄さん、今までで一番強い。クラトニー跳ね返された。この人もこの間のドラゴンと同じ。ゼ、個体名黒曜はマスターの魔素とイジスの能力を持ち合わせています。それってもしかして私の魔素が減っちゃったのも、母様から返事ないのも、この人が何かしたんじゃ。鑑定開始。イナ、下手の考え休むに似たり、勘違い、的外れ、うだうだと考える余裕などお前にあると思ったか。ジェイル！遅い。魔法陶器。痛い。お前の持つ体勢は一度見た。同じ鉄は不満。楽になりたければとどめを受け入れろ。いや、嫌だよ。死ぬのは寂しいもん。それに、母様も寂しいのは嫌なはず。
から。帰らなきゃ。帰らなきゃ。ダダをこねるな。時間が惜しい。おや、勘がいいですね。さすがは、同じ穴のムジナといったところでしょうか。隠れている生き残りを捕らえろ、と仰せつかりましたが、マスターは、生き残りが一人いる、ともおっしゃりました。つまり、それ以外の生き残りはいない。あなたは、生きていてはいけないのです。わかりますね。ノワール？まさか、あんなのがリムルの下につくっていうの？これがノワールか。見るのは初めてだが、初めて会った気がしないな。はじめまして。出会ってるはずですが、私の系譜にあなたのような混ぜ物の黒は見たことありません。黒が白々しい。そうとも、俺は幾重にも色を重ねてできた濁った黒だ。いわば贋作、系譜にない黒。されど、はあ、黒に美も醜もあるまい。言えて妙ですね。いいでしょう。それではどちらがより深い黒か力比べといきましょうか。もっと楽しめる素質はあったのですが、実にもったいないですね。あなたがもっと経験を重ねていれば、この勝負もわかりませんでした。弱い。逃げないのですか？次にもう一度手合わせすれば、あなたにも勝ちの目はあるかもしれませんよ。ここで逃してくれるほど、手際の悪い男でもあるまい。ここで逃げるほど、往生際の悪い人じゃないようですね。おさらばです。さて。マスターとは無縁なスライムには見えませんが、こちらも消しておくべきでしょうね。血だまりに溶けた転移魔法のようなものでしょうか。この世界の裏側にまだ誰かがいるようですね。くっ。様も寂しいのは嫌なはずだから、帰らなきゃ、帰らなきゃ。黒曜を失っただけでも痛いのに、これ以上奪われちゃたまらない。ただそれだけのこと。リムルが魔王になるのも時間の問題。なんとかこの子を使いこなさなきゃ。魔王？そっか、それしかないわよね。目には目を、魔王には魔王しかないわね。生きる者のおかげで命拾いしたわい。あれは人の身で勝てる相手ではない。化け物。あなたを拘束させていただきます。抵抗したければお好きにどうぞ。ただし殺しはしませんが、痛めつけることは止められておりませんから、ご注意を。ほう、主がわしの相手をしてくれるのかの。相手？これは面白い冗談ですね。何が冗談なものかよ。たかがグレーターデーモンごときが。いいですね。これは楽しめそうです。食後の運動に少し付き合って差し上げましょう。なめるでないわ！核撃魔法！
ニュークリアカノン。今の魔法はなかなかお見事でしたね。バカな。まさか貴様は悪デーモン。魔法はもう結構。マスターよりいただいたこの体をもっと試したいので、次は趣向を変えましょう。アンチマジックエリアじゃと？なぜ魔法を封じた？悪魔にとって魔法が最大の攻撃武器のはずでは。どうぞ物理的にお好きな攻撃をしてみてください。貴様が悪デーモンであろうと構わぬ。魔法を使わぬ悪魔などわしの敵ではない。ユニークスキル暴れ者だ。チェその金色の瞳、赤い瞳孔、この圧倒的な強さ。まさかそんな、貴様もしかして原初の？おや、博識ですね。あなたは相当に賢いようだ。ああ、やつはなんていう恐ろしいやつをこの世に解き放ちよったんじゃ。おや、もう終わりですか？では無事に初仕事を終えたことをマスター、我が君に褒めていただくとしましょう。国個体名リムルテンペストのハーベストフェスティバルが完了しました。リムル様。魔王に。続いて系譜の魔物へのギフトの授与を開始します。ギフト？なんだ？これは…ギフト…リムル様とのつながりを強く感じます。あとは任せて眠りにつきなさい。魔法やったのか。コク、ラファエルの名において命ずる。ベルゼビュートよ、この結界内の全ての魔素を喰らい尽くせ。ひとかけらの魂さえも残さずに。魔素が全部吸われた。あれは精霊。そう警戒しないでください。私は新たなる魔王に召喚された名もなき悪魔です。後ろの二人は雑用係なので気にしなくて結構。ただいま戻りました、我が君。本来ならば儀式の終わりまで待つべきでしょうが、失礼ながら申し上げます。どうも、魂の完全なる再生には魔素量が足らぬようですが。ゼ、規定に必要な魔素量を満たしておりません。生命力を消費し代用します。お待ちください、我が君。代用にご自身の生命を用いずとも良き考えがございます。この者どもをお使いくださいませ。この者たちもあなた様のお役に立てるなら光栄です。それこそが我らにとっての最大の喜びなのですから。量、規定に必要なエネルギー量を補填可能。その案を承認します。ベルゼビュート。おお、羨ましい。失礼しました。規定のエネルギー量に達したことを確認しました。これより反魂の秘術を開始します。究極の魂の秘術。これが生まれたての魔王だって？こんなのカリオン様でも不可能なんじゃ。素晴らしい。是が非でも
配下として加えていただかねば。反魂の秘術、死者蘇生の秘術、それらを構成するには莫大な魔素量が必要となり、それを制御する魔力は想像を絶するものとなる。成功確率は 3.14%。 しかしその数値は魔王へと進化する前に算出されたものである。進化を果たした今。解析鑑定。肉体の修復及び魂の再生、蘇生。終わったら勝利の宴をやろう。